マドリ TV。 はい、ではですね、3つ目入りたいと思います。住宅デザイナー田淵清志と壁紙デザイナーともみとパナソニック社員が届けるおしゃべりマドリ TV。 こういう空間の中でそういったメーカーのものを使うことによってやっぱりストレスフリーになるということと、やっぱり安心につながっていくということはめっちゃ大事なキュンポイントでございます。私たちは物を売っているだけではなくてですね、暮らしをご提案したいというふうに考えてますので、こんな暮らしの提案一度ご検討いただければなというふうに思います。なんか聞きたいこととかなんかないでしょうかね。お風呂って、どうぞ。お風呂って、そこからブクブク、全身をほぐされるリゾートバブル、そしてもう先ほど体験いただいた、ツルツルしっとりのオイルベール酸素美泡湯、なかなかみんなに知っていただけないまあ、それがもう悩みというかね。作ってる、PR してるんだけど、なかなか浸透しないですよね、サダヤマッチ。なんでこれはなんで浸透されないのかな。体験させしていただくのがちょっと難しいですよね。みんなちょっと気づいてない。今のじゃねえのか。お風呂ね、入っていただくわけにもね。リアルな会話やね。なんかどっちかっていうとお掃除がしやすいとか、なんかそっちに、でもまあちょっとあんまりこのこと言っちゃいけないけど、なんかネット関係もなんかそっち行っちゃってるよね、なんかね、なんかこうね全部、でもやっぱり豊かやよね。そう本当に思います今ね。あんなプックプックちょっと月明かりでしょ、よだれ出るよね。なんかやっぱりでもまあ変だし、パナさんとしては PR してるやん、ぶっちゃけこういろんなところで。してるつもり一生懸命してるんですけどね。でもね、多分今日、まあ、自分の発見はなんかね、田淵清志もうちょっと勉強しないかなと思った。いやだってさっきのタッチレスでも、なんかその月明かりでも、なんかさ、なんだろう、チラーっと見てたら、そうチラーっと見てなんかまあなんかあるなみたいな、そのね照明のね、なんか知ってたような感じだけど体感できてない。おお、いい言葉言ってる。今日体感できたね。でやっぱり知ってもやっぱり、買い手側も勉強しなあかんで、そのちょっとすごく失礼な言い方になっちゃうかもしれない、だって知らなきゃ損や、で知った上でやらないってジャッジはね、別にそれぞれの、でも知らないはいかんよね、もったいない。その言葉もあるだね、なんか後悔しない家作りじゃないよりももったいない家作りしてる可能性があるね。ね、なんかやっぱり豊かやもんね、っていうことでお客様にショールームにやっぱり行ってもらうってことが大事ってことだよね。今回ホームページお客様に、まあ、知ってもらう、自分から知りに行ってもらう。ああ、そっかじゃあ、まあ、ホームページ載ってるしな。そうです、そういったところでホームページ見てもらうのが一番早い。大事。これ何ですかこれ。そういうことやね。なんかやっぱり見てもらって、でやっぱりもっと興味持ってもらったら、やっぱりショールーム行ってもらって、で、まあ、今ねいろいろショールームもあるのかもしれないけど、まあ、でもやっぱり体感してもらって、
やっぱりそういったものをやっぱり知ってもらうってことがすごく重要かなって思いましたので、やっぱり皆様がルンってなれるようなこと、まあそれはもうメンテナンスとか掃除とか可愛いとかも含めてなんですけど、でまあこういう住宅デザイナーとか壁紙デザイナーという人間がですね、このパナソニックさんとその、いい洗面とお風呂っていう空間をご提供するために研究してるってことをこう皆さんに知ってほしくて、ぜひぜひこういった動画をですね、拡散、はい、皆さんにかかってますそうだね、はい、今回良かったか悪かったかみたいな会話で拡散、はい、第2弾あるかは皆さんにかかってます、はい、でもその第2弾をまあなんていうのかな、やりたい、はい、うん、やりたいし、いや、 やらせてほしい、はい、ぜひ、はい、で皆さんにやっぱりこういうのも知っていく機会を多く取っていきたいなというふうに思いますので、ぜひ拡散してほしいなと。で私のインスタでですね、今までの動画で今まで8000回ぐらいの再生回数があるんですけど、ここ今回はですね1万回をですね目標にしてですね1万回を再生回数が出たら何かここでまた、ソーシャルパーティーソーシャルパーティーをしてソーシャルパーティーってなソーシャルパーティーって人と人だもんね、どうかな、言葉が違うんですね、何かしら、ね、やっていけたらなというふうに思います。以上でございますね。いろんな形でですね、私たちの活動が変わっていきます。パナソニックがここまで愛を持った製品をですね、真面目に愚直に作っております。こういった製品をですね、皆様に届けて、皆様のですね生活が心豊かになれるようにですね、私たち日々努力していきたいというふうに思いますので、ぜひぜひこういったまず動画からですねシェアしていただいて、拡散していただいて、こういった空気感、まあ、こういったさっきの作ったですね洗面空間みたいなものがですねどんどん広がればなというふうに思った次第でございます。大道どうでしょうか。はい、本日ありがとうございました。ですね、やはりカタログで見る表面だけのその商品、うん、で、あ、これがいいなと思って簡単に決めるのではなくて、うん、こうした形でそのパナソニック商品に携わっている方の本音の言葉だったり思いだったりっていうのを聞くことによって商品の深みがすごくこう知ることができる。で、提案者もそうなんですけれども、やはり選ぶ側としても家に取り入れるものだから、やはり商品を一つずつこう研究して愛して選んでもらったら、その家も もっともっとこう愛おしい家になるんじゃないかなと思って、こういう機会はすごいいいなっていうふうに思いました。なんか持ってきたよね、今持ってきたよねスイッチ入ったよね。ではですね、最後に皆さんにアンケートをしていきたいというふうに思いますので、よろしいでしょうかね。わかりました。はい、はい、ではですね、今日の動画は良かったか悪かったか、せーの、ドーン。あっちですよ、あっち。なんか多分知らないんだけど。知らないです。そうなんだ、名前を挙げてちゃいけないですけど、F さんありがとうございます。エグさんのサポートがあって本当に、はい、ありがとうございました。ぜひですね、皆さん拡散してください。何回も言って申し訳ないです、お願いでございます。拡散してください。またですね、こういった機会を取っていきたいというふうに思います。ご視聴いただきありがとうございました。最後、皆様まで、言葉を締めて終わりたいと思います。最後、皆様ありがとうございます。せーの、ハッピー、やパナソニック。